今回の地震の考えられるメカニズムっていうのを聞いてもいいですか？基本は南海トラフからですね、フィリピン海プレートっていうのが日本の下に沈み込んでくるいるわけですよね、うんうんうん、でその内部で発生した地震ですね。でプレートって沈み込むとこう変形が非常に大きくなるので、その変形によって引き起こされた地震だというふうに考えればいいと思います。今回の震源が、まあ、深いところにありますよね、うんうん、被害の広がりはどのように考えられますか？まあ、基本的には深いところにあったということで揺れの大きさは少し小さめに出ているはずです、うんうんうん、南海トラフ地震との関連はいかがでしょうか？はい、南海トラフ地震との関係は、まあ、ないとは言い切れないと私は思いますけれども、まあ、少なくとも気象庁 の, その南海トラフ評価検討会の召集基準よりはだいぶ下回っているので、まあ、影響そのものは無視できるぐらい小さいというふうに考えればいいと思います。この地震による東海地方への影響というのはどのようにお考えでしょうか？基本的には、まあ、直接はないというふうに考えていいと思います。東海地方の人が心配することは特にないというふうに思えばいいと思います。